皆さんこんにちは。顔は微妙、声も微妙、人生は新宿駅、そのようなものがお伝えいたします。ダキオワークスザセカンドでございます。私はただいま静岡県伊豆市にございます、伊豆の中庭付近に来ております。今日は令和2年11月8日日曜日、ここ伊豆の中庭で中庭文化祭が行われますので、その様子についてお伝えしていこうと思います。それではお付き合いなどよろしくお願い申し上げます。それでは早速会場の中へ。規模はそれほど大きくはないのですが、出店はそれなりに充実しているようです。なお出店については後ほどということで、私今日バスの運転、まずはミモリーさんとドンコちゃんによるミモドンのライブから。友達もいるので、最近よく使うねこのアンチョコ、ね、これ多分ねお父さん世代でもわからなくなってます。でなんでこんなもの今出してんのって話になるんですが、これうちの会社のある古いバスです。多分わからないよね、お父さんでもおじいちゃんでかろじてわかる。これねもうね50年だそうですよ、車歴が。バス乗り場にオレンジ色の丸いバス、親父と同じ年に生まれ、今日も元気に走ってる。このバスはその昔、俺は温泉街で夢のない来た日、君とも出会って恋に落ち、愛しあった愛しあった。始めたその日暮らしのいた日、君は手料理でこの俺を待ち続けた待ち続けた。彼女に電話をして公園で待ち合わせ、彼女は化粧をして僕の車に乗り込む。だけどだけどだけど、彼女の顔はなぜか寂しい。僕は彼女に聞けるまま、時だけが過ぎる。恋の時計台の前、メンバー紹介をします。ミモトンの、ドンの方の方ですね。こちら妖精の国から来た、はい、椎茸の妖精の子です。ありがとうございました。みんなイベントでお会いしましょう、はい、全身椎茸の方です。で今日はねあくまでバックバンドとしての扱いになってます。そうですね、はい、いつもおなじみのリードギターの小倉さんです。ありがとうございました。でこちらのズンさん、もう、ね、自分でズンって言ってますからねこの後楽団一人で演奏しますので、こちらも聴いてください。本名ちなみに堤さんと言います。見ていけないですか、見ていけないですか、すいませんってことで、そして日本一のバス進化ミモリー、どうもありがとうございます。どうもありがとうございました。この後のステージも楽しんでてください。ありがとうございます。やっぱりね
ライブが終わった後はランチタイム。だから一番マリゲリータにした。そうだね、うん。とその前にとある国会議員の方がいらっしゃいました。ステージでは一人でボーカル、ギター、カホンをこなす楽団一人のライブが行われています。まずはコーヒーを買い求めることにしましょう。すみません、ホットコーヒー一つ。はい、ありがとうございます。お待たせしました。はい、どうもありがとうございます。すいません、ガンモバーガー一つで。はい、ありがとうございます。おソースが3種類あって、シソかチーズカツオかマスタードになります。そしたらシソでお願いします。シソで、はい、ありがとうございます。あとシソで。お次はガンモバーガー。コーヒーとガンモバーガーそれぞれ美味しくいただきました。すいません。はい、いらっしゃいませ。おにぎり、はい、今のもう梅しかないんですけど大丈夫。この秋収穫されたお米を使ったおにぎりもいただくことにしましょう。一と、はい、はい、ありがとうございます。はい、はい。新米だけあって味は申し分ありませんでした。すいません。はい、たい焼きありますか。たい焼きあります。そしたら芋あんのバナナ入りお願いできますか。はい、わかりました。注文したたい焼きが届いたのでいただくことにしましょう。すいません。はい、あんみつまだありますか。ありますよ。そしたら1つお願いします。1つ、はい、ありがとうございます。お先じゃお米そばでいただいて。あんこはたっぷりがいいですか。お願いします。はい、ちっちゃおちっちゃお。あと黒蜜の方はお好みでお好きなだけお願いいたします。はい、どうも。はい、ありがとうございます。こちらが自分で蜜をかけていただくあんみつ。こちらも美味しくいただきました。昭和50年代いきます。懐かしの昭和歌謡というかニューミュージック。ニューミュージックって言い方すごいですよね。思いません？ニューミュージックって古いんですよ。ニューミュージックと言いながらどれもいい。
今回は中庭文化祭の様子についてお伝えいたしました。まあ規模は小さいんですけども、音楽あり食ありとそれなりに楽しむことはできました。以上をもちましてこの動画を締めることにいたします。それではご視聴ありがとうございました。お気に召されましたらチャンネル登録のほどよろしくお願い申し上げます。またツイッターおよびフェイスブックもございますので、説明欄よりフォローのほどお願い申し上げます。